四輪駆動、四輪駆動とは、自動車などの駆動方法の一種。四つある、車輪すべてに駆動力を伝え、四輪すべてを駆動輪として用いる方法のこと。四輪駆動の自動車を、四輪駆動車と称し、略称は四駆。英語の4、for, ホイールドライブの略で 4wd、またはオール、all, ホイールドライブ、送輪駆動、送輪駆動、全輪駆動。 全輪駆動とも称するの略で、オード、欧州では、四輪のうち、四輪ともが、駆動輪という意味で4 x 4 4バ4 4ォ4とも呼ばれる。一般的な自動車が四輪であることから四輪駆動と呼び、一話以上を装備する自動車では双輪駆動、または全輪駆動と呼ぶことが多く、欧州流の表記では 6x6,8x8 などとなる。アメリカ国内にかつて、 フォーホイールドライブ車が存在し、商標登録されていたことから、欧米中心に、オードと表すことが多くなった。なお、日本語において、4区、4X4、4WD 等の語は、駆動方式としてのオードの意味のみならず、特に、クロスカントリー車や SUV という語の浸透していない、世代の人において、ジープに代わる車両をそれ、自体を指す言葉として使用されることもある。 永久直結式とも呼ばれる、最も原始的な四輪駆動方式。黎明期の試作的な四輪駆動車や、軍用車両や、農耕用車両の一部にのみ見られる。現代の乗用車技術としては採用されない、方式である。パーマネント式、抗議、コンスタント式とも呼ばれる。前後輪を接続する駆動軸の間にセンターレフと呼ばれる、デファレンシャルギア、レフギアを置き、 旋回時や前後輪の回転差を吸収する。常時前輪に適切にトルクを分配するため、高速走行や運転時の走行における安定性に優れる。セレクティブ式とも呼ばれる。通常は二輪駆動を基本とし、必要時にのみ動力を取り出すトランスファーを接続し、四輪駆動に切り替える方式である。これはタイトコーナーブレーキング現象の発生やハンドリングや 燃費の悪化などの多くの不具合を回避し、舗装路面でも使える車両とするのに必須でもあった。また自動車製造上、元々の 2WD 車両に、後付け構造で 4WD にできる方式として、今も実用的で、採用車種は多い。パートタイム式の切り替え式トランスファーと、フルタイム式のセンターデフの双方を搭載しており、フルタイム式としてもパートタイム式としても使えるという、 ものである。2区での少年費、センターで負による駆動力を配分しての安定した走行、前後直結での悪路走破性、いずれのメリットにも預かることができるようにしたもの。パートタイム式には2区と4区の切り替えに戸惑うユーザーも多く、また、直結状態に気づかないまま舗装路で高速走行をするなどで車を壊したり火災を起こしたりするトラブルも少なくなか。 そこで、切り替え操作を必要せず、自動化を図った、オンデマンド式が考案された。センターデフの代わりに、流体クラッチ、流体継ぎて、単に、カップリングとも呼ばれるを文字、通常は前後どちらかの宿道輪で走行し、宿道輪と残りの二輪、十駆道輪に、回転差が生じると、十駆道輪に目動力を自動的に伝達する方式。十九道輪の働きは、補助的であり、 長時間や強い駆動力の伝達には不向きである。必要となってから駆動配分を行うため、パッシブ、受動式とも呼ばれる。実際にはカップリングは高粘度の老いで満たされた。湿式クラッチなので完全に切れることはなく、10駆動輪にも常にある程度のトルクがかかっている。10駆動輪の連結を切断する必要がなく、4WD 切り替えスイッチなどはほとんど設けられない。 オンデマンド式の発展型で、同様二重となる型の駆動軸に、流体次手のクラッチ機構を持つが、電子制御のポンプにより、クラッチケース油圧の増減をコントロールし、前後駆動力配分をアクティブに制御する方式を用いるもの。アクティブトルクスプリット式の発展型で、前後駆動力配分のアクティブ化に加え、要コントロールデフを組み合わせ左右の車輪間でも、 駆動力を電子的に可変配分させる高度な四輪駆動システム。エレクトリック 4WD などと呼称される。エンジンによる駆動軸の他に、モーターでもう一方の車軸を駆動させる方式である。初期は生活 4WD として、コスト面から採用された日産の E-4WD のように低ミュージでの発進時のアシストを主眼とした低出力。 OPS ほどの簡易的なものであったが、強力なモーターとバッテリーを備えるハイブリッド車が一般化し、それが標準装備になっていくであろう。今後は主力方式の一つになっていくと期待されている。駆動する一つ一つの車輪、または前後の車軸ごとに動力源を取り付けたもの。確実な走破性の問われるラリーレードでは第1回パリダカールラリーで優勝したのが、 ランドローバーレンジローバーであるように古くから四輪駆動は一般的であった。一方で走破性より回答性や俊敏性に重きが置かれるラリーやラリークロスの世界で四輪駆動が一般的になったのは1980年代のグループ B の時代である。技術が発達していなかった当時は四輪駆動は珍しく WRC への参戦自体は スバルレオーネのサファリラリーへのスポット参戦が先であったが上位クラスでも広まったのはアウディクワとの活躍によるものであった。アウディとスバルは共に四輪駆動の乗用車の先駆けでもあるがどちらも縦置きエンジン、前輪駆動の構造を持った車を市販していたため縦置きのギアボックスから駆動軸を後方に取り出し作動装置と後輪ドライブシャフトを追加するなどの加工で済み、 比較的四輪駆動化しやすい構造であった。グループ A の時代にはほぼ全ての上位エントラントが四輪駆動を採用していた。なお四輪駆動が一般的となった後も運営側がエントラントを増やすために二輪駆動車の規則を大幅に緩和した結果、二輪駆動車が四輪駆動税を打ち破るケースも参見された WRC の F2 キットカー、ダカールのシュレッサーバギーアップ場3008。 DKR マキシなど、サーキットレースでは、車重が重くなる、燃費が悪くなるなどのデメリットが大きい上、リアウィングによるダウンホースで簡単かつ十分にトラクションを稼げることから、現代でも四輪駆動は一般的ではない。1960年代の F1 では、ファガーソン P99 や、BRMP67、ロータス63、マトラム s 8 4 マクラーレン MQA といった四輪駆動のマシーンが続々登場したが、未熟な技術ゆえにひどいアンダーステアで到底、使いこなせるものではなく、重量は重く、フロントタイヤもマッチするものがなかったため、リアウィングが発明されるとすぐに姿を消していき、1983年には正式に四輪駆動が禁止された。ツーリングカーレースでは、グループ A の時代に日産、 スカイライン GT-R が猛威を振るったが、前日のような理由や、規制の強化により、FR への感想が主流とっていった。またスーパー GT-GT300 クラスでも、特任のスバルインプレッサが優勝を挙げたが、同様に規制強化にあって撤退している。現在絶大な人気を誇るグループ GT3 や、TCR のような性能調整を前提とする、ツーリングカーレースでも、 二輪駆動車との性能調整が極めて難しく、特に好転時は明らかに有利不利の差が出ることから、ベース車両が四輪駆動車の場合は二輪駆動への換装を求められるのが一般的である。そのため、スーパー耐久やニュルブルクリンク24時間などのアマチュア色が強いレースの買いクラスで認められている程度に止まっている。しかしプロフェッショナルレースでも唯一、 2012年から始まった WEC の LMP1H で四輪駆動が積極的に採用されており、アウディ r 1 8トヨタ TS050 ハイブリッド、ポルシェ919ハイブリッドなどが現代の高度な四輪駆動技術ハイブリッド技術のパッケージングで 200kg も軽い、回一に迫る速さを得て一時絶大な人気を集めた。2020年後半から施行される、 予定のハイパーカー規定でも四輪駆動の採用が認可されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。